どうも、マサです。今日はちょいと曇り空ですね。今これね、飛島にいるんですけど、実は今日の積みが飛島から一本向こうの金城埠頭のあたりなんで、ちょっとさすがにね、ぐるーっと回って行くっていうのも何が何なんでめっちゃ混むんで、ちょっと橋一本だけちょっとね乗っかっていこうかと、そういうちょっとズルをしようかと思ってますそういう手抜きをしようかと思ってますよ。あれ、あ、ビビった。行き過ぎたかと思った。ここを曲がりたいんですよ。ビビった今、マジでビビった。あれ行ってまったかと思って、あっちから出たら向こうしか行けんくなってたやべえと思って今焦ってまった。骨骨ロックがいっぱい置いてある。右折してとりあえずちょっと一区間だけなんですけど乗っていこうかと思ってます。それがね、その一区間がね高いんすよ、値段が。本当に嫌になるぜってぐらい高いんすよ。ちょっと待ってよ、結構厳しいね。2-3 までグイっていってね、回ってくるとね混むんすよ、めちゃくちゃ。ってことにしててくださいよねえ、そういうことでお願いします。やばくないですか朝一に下ろして朝2ぐらいには終わり、積み込み完了しますよということで今日の動画はもう5分程度になるかもしれません違うか、ちょっと入ります。朝のまだ夜景が少し残ってて空が綺麗でいいですね。こっちからなんかこう見るのもなかなか
ないないですね。向こうからばっかなんで僕の動画。なんか1万いくらとか聞いてるんで、安いに言ってかなんか勘違いしそうですけど、あの一区間で780円結構高いですよね。まあでもそんなもんか。いやいや、そんなもんじゃねえろ。高いっすよね。高いっすよね。おお、こっからあの前のあそこの鉄工場のが見えるじゃないですか、工場が。あ、かっこいいな。こんなとこに、こんなとこから見てたんや。知らなんだな。じゃあとりあえずちょっとね、住み込みの方へ向かっていきたいと思いますんで、本日の動画違うか。とりあえず、ね、行ってきます。はい、とりあえず今住み込みの方完了しまして、ちょっと休憩しようかなと思ってます。テーテーかぶっとったね。めっちゃ綺麗です。ちょっと向こうにはトリトンが見えるし最高っすね、ここ。はい、この景色です。最高っすね。なんか鳥がプカプカしおるし、見えんか。はい、ということでとりあえずここでちょっとね、まったり休憩でもしたいと思います。めっちゃ早く積み上がったんで今日、これ暗くなっちゃうな。めっちゃ早く積み上がったんで今日、朝一で下ろして、あの9時には積み上がりというめっちゃ素晴らしいことになったんで、ちょっとここでね一息休憩してから走り出したいと思います。とりあえず休憩します。はい、とりあえず積み込みの方がもう完了しまして、ちょっと一時休憩して走り出してます。いやー、そんでもあれですね、やっぱこっち側にいると雪なんて全然関係ないですね。やっぱ雪の心配がないってだけでめちゃくちゃ楽ですね。でも一応今日の荷物はちょっと前に気味、軸にちょっとかかる重さかかるような感じで、北陸の方を走っていくとやっぱり雪が心配なんで、ちょっとだけねちょっと前にぐらいな感じで軸に重さかけてます。
日はそういう積み方のできる荷物だったので、そんな感じにして積んでますね。感じが好きですね。なんか積んどる感があって好きなんですよね。結構重たいやつって好きなんですよね。大型の時からそうなんですけど、結構なんか重量が積んどるなって感じの方が好きなんですよね。走るのは大変なんですけどね、やっぱ重たいから。でもなんか積んどる感がいいんですよね。今日はちょっと本当それこそ前にしてあるんで、ちょっと乗り心地が悪いと思います。キャビンのこの中のすげえ多分跳ねると思います。前にすると本当乗り心地悪くなっちゃうんで、あんまりしたくないんですけど、でも雪のこと考えるとやっぱりちょっと軸に重さかけとかんと、もうそれだけで全然違うんで。もうがっつりがっつり前にしたいぐらいなんですけど、雪のこと考えるともう走りづらくて、もうバンバン跳ねるんでもう偉くなっちゃうんで、そこまでかけてないですけど、でもなるべく前の方にかかるような感じで今日は積んでます。なんかそんなもう普段よりもやっぱ全然トラックとか少ない感じしますよね。やっぱ今日6日、
怖えの止まっとるわ、ほんとに。何や、あのボルボ。めちゃくちゃかっこいいな。やっぱこの港のこの辺の道走ってても、やっぱほんとそうですよね。これちょっと車が全然やっぱ、全然少ないもん。普段はもう、もっともっとトラックだらけやけど、全然少ないもんね。状態で積んでこれるんですけど、チェンですね。綺麗なホイールやった。センターのところがコンクリートとフェンスに変わりましたね。前までこういう木で植木みたいなやつでね、真ん中センター作ってあったんですけど、前ここちょっとかわいそうな事故があったんで、それで多分対応して変えたんですね、フェンスに見えるように。見えるし、このね、すり抜けできないようにしたんですね。ちょっとあれだったんですよ、かわいそうな事故があったんですよ、ここ。動画になっちゃいますけど、そんな感じで本日の動画は終わりにしたいと思います。やばいねこの動画、のほほんとしすぎでしょいくらなんでも、いくらなんでも内容がなさすぎるんじゃねえの。まあそれだけその仕事がスムーズだったということで、動画としてはあるかもしれませんが、仕事内容としては最高な一日でしたね。一日というか最高な日でしたね。まあ、今日はこういう感じのダラダラっとした動画で、また次の動画でお会いしましょう。見守りありがとうございました。